ポスト9 2021。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ベルシーザー前に行きそうです。ガレットレイブン、それに続いています。さらにはフィールドブリッジ、12番エディターズフェル、その後ろ先手を取ったのはフィールドブリッジ、インターホープスプリング、それに続きます。アマノヘビーローテ、いい位置です。その外からバルアバリ、ピンクの帽子、ゴースタルクドラングル、その後ろイスレイセルカーク、そのうちに続いています。その隣にラセーヌワイルドキャット、ミッドサマーインポート、それに続いています。前はフィールドブリッジ、エディターズフェル、ほとんど差がありません。3番手にアマノヘビーローテ、絶好の手応え。さあアマノヘビーローテ、前を捕まえられるかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はアマノヘビーローテ、離れてフィールドブリッジ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。残り 200m を通過して、ここで先頭変わってバルアバリ、2番手はアマノヘビロテ、バルアバリ強い強い、バルアバリ圧勝ゴールイン。2着はアマノヘビロテ、3着にガレットレイブン、勝ったのはバルアバリ、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ラストインパクト先頭、残り 200m、 先頭は依然として、ラストインパクト残り 100m、 2番手はアドマイヤラクティ、ラストインパクト、この馬で決まりか。ラストインパクト1着、ラストインパクト完勝、2着はアドマイヤラクティ、3着に当選ラー、見事に勝ちました。ラストインパクト。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。天の富士さん先頭、粘る粘る、3馬身から4馬身のリード、残り 200m、 これは完全にちぎれた。2番手はレッツゴードンキー。天の富士さん、この馬で決まりか。天の富士さん強い強い。天の富士さん圧勝ゴールイン。2着はレッツゴードンキー、これは桁外れの強さだ。天の富士さん。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦、 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠のインパルスヒーロー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ果たして何が行くでしょうか。ノーザンリバー前に行きそうです。レッドスパーダ競りかけていきました。レッドスパーダ先手を取りました。天野 AKB それに続いています。好位置をキープしています。ジャスタウェイ並んで G12 勝、ロゴタイプ、その外からガルボ、その外にインパルスヒーロー、内からはサンカルロ、その外にアロマカフェ、ボアステラス、そのうちに続いています。その外にダイワマッジョーレ、その外にアドマイヤサガス、内からはグランプリボス、その隣にダークシャドウ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭は依然としてレッドスパーダ、まだ粘っています。2番手は天野 AKB、 3番手にジャスタウェイ、絶好の手応え。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った天野 AKB、 2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。ジャスタウェイ手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m、 天野 AKB 粘る、ジャスタウェイ迫る、天野 AKB 先頭だ。ジャスタウェイ大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。アウターグラディオラス前に行きそうです。プレザントアクト、それに続いています。さらにはメディシャンサバナ、 G1 馬ガンドリアスペシャリスト、その後ろアウターグラディオラス先手を取りました。これに続くのがロッキーアイアン、その後ろからはフォックスノーティー、並んで9番サキートリーズム、アマノアリエッティ B1 です。間が空いてステファニーズキトゥン、その隣にピコマーブル、黒の帽子アミューズソウォーズ、その後ろその外からコンサルタンツフェアリー、並んで G12 勝オマリットイタジャラ。さあ先頭は依然として4番アウターグラディオラス、メディシャンサバナ、ほとんど差がありません。プレザントアクト、3番手アマノアリエッティ E1 です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭はアウターグラディオラス、アマノアリエッティ後位を追走。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。残り 200m、 さあ先頭は今度はアマノアリエッティ、2番手はステファニーズキトゥン、アマノアリエッティ、アマノアリエッティ、1着、2着はステファニーズキトゥン、3着にオマリットイタジャラ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたアマノアリエッティ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を切るのはどの馬か。エンドゲーリック前に行きそうです。テッサターマック、それに続いていますフリーティングモニカ、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭からポットアルキメデス先手を取りました。これに続いてテッサターマック、その隣にエンドゲーリック、その外にビンクファンシー、オレンジの帽子キャビアとクイックリー、その後ろこの辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。内からはアルクティクアラナス、
並んで2番ジンギスカンディア、その外からゴーティアスブレイブ、その後ろにビッグブルーキトゥン、後ろからの競馬になりました。片野慶音、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。ビッグサイレン、そのうちに続いています。並んで9番カウンティロング、すぐ隣にフリーティングモニカ、しんがりからエリザベスウォール、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。このあたりで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として4番ポットアルキメです。2番手はビンクファンシー、間を挟んでエンドゲリック、3番手片野慶音、まだ来ない、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はポットアルキメです。離れてキャビアとクイックリー、離れてエンドゲリック、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。あと 200m、 ビッグブルーキトゥン先頭だ。2番手は片野慶音、とてつもない強さ。先頭はビッグブルーキトゥン、1着でゴール、2着は片野慶音、3着にゴーティアスブレイブ、勝ったのはビッグブルーキトゥン、見事な勝利です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、ドットオーソリティ先頭。さあ片野吉田沙織、一気に来た。ノットオーソリティ先頭、片野吉田沙織かわす、片野吉田沙織、片野吉田沙織、1着2着はノットオーソリティ、3着にスカイスイレン、勝ったのは片野吉田沙織。さあ直線に入りました。これからの勝負、東京ヘイロー先頭、外から勢いよくクラレント、先頭変わってクラレント、しかしその差はわずか、粘り込めるか。残り 200m を通過して、先頭はクラレント、2番手はマウントシャスタ、クラレント先頭だ、マウントシャスタ大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天馬バラクーナ先頭、残り 200m を通過して、天馬バラクーナ意地を見せる。残り 100m、 エバーブロッサム抜けた、エバーブロッサム先頭だ、エバーブロッサム、エバーブロッサム、1着2着は天野女子会、3着にストライプケニー、勝ったのはエバーブロッサム。
こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ドリーミングオブジュリア、好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくドリーミングオブジュリア行きました。続いて前へ行くのはカムオンエアウェイ、さらにはグレースホール、足毛の馬体、ネームバイン、その後ろドリーミングオブジュリア先手を取りました。少し開いてマジェスティックアカーリッド、緑の帽子 TK エクセレント、その後ろクリーニングリバーモア、この馬もこのグループ、ディッシュカラリン、そのうちに続いています。その隣にアンクシャスリフォーム、カリズマティックテキサス、すぐ後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として1番ドリーミングオブジュリア、2番手はグレースホール、ネームバイン、3番手天野宮、この位置から届くのか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はドリーミングオブジュリア、間が空いてグレースホール、ネームバイン、続いています。並んでカムオンエアウェイ、その隣からはディッシュカラリン、カリズマティックテキサス、その後ろ離れてクリーニングリバーモア、日米王者の争いだ。ドリーミングオブジュリア先頭、残り 200m。 さあ先頭は今度はプリンセスオブシルバー、2番手は TK エクセレント、プリンセスオブシルバー1着、2着は TK エクセレント、3着に天野グー、勝ったのはプリンセスオブシルバー、見事な勝利です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはスキュタイプレセリ、ドラマボイス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくイッツマイラッキーデイ行きました。続いて前へ行くのはスキュタイプレセリ、クオリティタバスコ、どうやら後方からの競馬。それでは先頭からこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭はコパノリッキー、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。黒の帽子ジェラニモ、その後ろ、その外にゲームオンデュード、さらにはイッツマイラッキーデイ、その後ろにスキュタイプレセリ、サンライズカンディア、それに続きます。内からはドラマボイス、並んで足毛の馬体、スタンプコンサート、その後ろからはハイランドクレッセ、その隣にアポリネアスイーテスト、ドリル、この馬もこのグループ、その外からヒーズハドイナフ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ最強王者コパノリッキー、ゲームオンデュード、ほとんど差がありません。スキュタイプレセリ3番手、さあコパノリッキーこのまま逃げ切れるでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。コパノリッキー先頭、残り 200m を通過して一気に後続が抑えかかってきた。一気にワイズダン、コパノリッキー先頭だ。ワイズダン、コパノリッキー1着、2着はワイズダン、3着にゲームオンデュード、コパノリッキー見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。
こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはアッピライバー。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアッピライバー行きました。続いて前へ行くのは SD ベルサイユ、さらにはサイサリスデイ、9番スクワートアカーリッド、その後ろ先手を取ったのは SD ベルサイユ、これに続くのがパラーステークス、青の帽子マーシャルカリフォルニア、その後ろ好位置をキープしています。天野キャロハタン、その外にウィアー、スナグルライジング、それに続いています。その外からドルニア、その隣にガイアフロリー、その横にパーティーカルテット、これに続いてクライマックスサマリテン、並んで12番エアミニスター、内からはオレシアナパイオニア、しんがりからウィミンズオファー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から栗色の馬体 SD ベルサイユ、依然として先頭。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として10番 SD ベルサイユ、まだ粘っています。2番手はアッティライバー、サイサリスデイ、3番手天野キャロハタン、まだ動きません。後続も追い上げていきます。さあ先頭は SD ベルサイユ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。 SD ベルサイユ先頭、外から勢いよくアッティライバー先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。アッティライバー先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。残り 200m を通過して、2番手はドルニア、ドルニア、パーティーカルテット、差し切ったパーティーカルテット、1着、2着にはどうやらドルニア、3着にアッティライバー、勝ったのはパーティーカルテット、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ワイルドフラッパー先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。大鳥オリンピア先頭、大鳥オリンピア先頭、大鳥オリンピア先頭だ、大鳥オリンピア、大鳥オリンピア、1着、2着はカントリーカロニス、3着にワイルドフラッパー、見事に勝ちました大鳥オリンピア。さあいよいよ直線の攻防、アイノビーチ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。さあ先頭に立ったのはアジアエクスプレス、残り 200m を通過して、カタノアベンジャー先頭だ、2頭の叩き合い、2番手はアジアエクスプレス、カタノアベンジャー先頭だ、アジアエクスプレス大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
さあいよいよ直線の攻防、メジロマインド先頭、内からぐんぐんと天の地レジカ先頭、アズマシャトル懸命に追いすがります。残り 200m、 先頭は依然として天の地レジカ、エキストラエンド必死に追います。天の地レジカ先頭、2番手はエキストラエンド、天の地レジカゴールイン、2着はエキストラエンド、天の地レジカ見事1番人気に応えました。グランプリ第1弾、貴婦人女帝、
こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ゴールデンセンス4スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。先手を取ったのは予想通りゴールデンセンス、さらには天のつぼみ14番サブシンキング、その後ろ先頭は天のつぼみ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。少し開いてオープニングウィル、プリムラミューズ、そのうちに続いています。その外にアルセアクーガー、内からはウィルテイクチャージ、並んで9番リボーンイラストリアス、すぐ隣にパーティーロビン、内からはトラッククチャーマー、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その隣にベルエベレスト、その後ろからはパレスマリス、赤の帽子オナエレクト、その後ろ各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。10番天のつぼみ依然として先頭です。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。2馬身から3馬身のリード、少し間が空いてゴールデンセンス、そしてやや離れてグルービンやクイラ、先頭は依然として天のつぼみ、2番手はゴールデンセンス、間を挟んでグルービンやクイラ、3番手さあ天のつぼみ、逃げ切れるか、後続も追い上げていきます。さあ先頭は天のつぼみ、離れてゴールデンセンス、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過してゴールデンセンス先頭だ。残り 100m、 2番手はウィルテイクチャージ、ゴールデンセンス先頭だ。ゴールデンセンス、ゴールデンセンス、1着2着はウィルテイクチャージ、3着にパレスマリス、勝ったのはゴールデンセンス、見事な勝利です。
こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。アステア前に行きそうです。ボラントバイタリティそれに続いています。さらにはミッキーアイル11番カラーザホリデー、その後ろアステア先手を取りました。その後ろからはソログリーン、内からはインテントリーコーラス、その隣にストーンマウンテン、その横にバルチックコントロール、ウェイズトゥスイーテスト、そのうちに続いています。並んで7番ヘルマデック、すぐ隣にナックルソリダリティ、内からはスノースカイ、その外からモシーアラウド、内からはキングマン、赤の帽子チャームスピリット、その後ろ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はミッキーアイル、アステア、ほとんど差がありません。ソログリーン3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者意地のぶつかり合いだ。ミッキーアイル先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。キングマン手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m を通過してキングマン抜けた。2番手はミッキーアイル、先頭はキングマン、1着でゴール。2着にはどうやらミッキーアイル、キングマン、見事な勝利。そしてヨーロッパボバマイル3冠を達成しました。まさに歴史的名馬の誕生です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ナムラビクター、好スタート。マグニフィカ、この馬も好スタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはマグニフィカ、続いてナムラビクター、さらにはジェネラルグラント、古豪メテオロロジスト、その後ろ。先手を取ったのはジェネラルグラント、少し間が空いてクリソライト、その隣にサンビスタ、北高タルマエ、この馬もこのグループ型のインサイト、この位置です。この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。その外からアウトジェネラル、内からはプレティオラス、しんがりからダンフォルセ、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度8番ジェネラルグラント、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、メテオロロジスト、それに続きます。これに続いてマグニフィカ、黄色の帽子ナムラビクター、その後ろ。すぐ隣にオッコータルマエ、その横にクリソライト、サンビスタ、すぐ後ろ、その外にアウトジェネラル、型のインサイト、後ろからになりました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として漆黒の馬体ジェネラルグラント、まだ粘っています。2番手はメテオロロジスト、オッコータルマエ、3番手型のインサイト、いい位置です。さあここからどうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったオッコータルマエ、あと 200m、 オッコータルマエ伸びてきた。サンビスタ頑張れるか。オッコータルマエ差を広げる。2番手は型のインサイト、オッコータルマエ強い強い。オッコータルマエ圧勝ゴールイン。2着は型のインサイト、3着にサンビスタ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはオッコータルマエ。
今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあ、いよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ、最後は大外枠のアルキミです。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはクーラブライド、エピファネイア。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエピファネイア鼻に立ちます。その後ろからはカレンミロティック、この馬も上がっていく構えです。さらにはクーラブライド、1番トレブ、その後ろエピファネイア先手を取りました。大きく離れました。当選上段、その隣にジャスタウェイ。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。アルキメです。この馬もこのグループすぐ隣にホエールキャプチャー、これに続いて西のアライブ、緑の帽子ラストインパクト、その後ろすぐ後ろにエアソミュール、並んで2番フェノーメノ、その外にサトノギャラント、1番人気のジェンティルドンナ中段につけています。並んで14番ゴールドシップ、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ、先頭は依然として3番エピファネイア、2番手はカレンミロティック、アルキメです。3番手ジェンティルドンナ、いい位置。果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ、先頭はエピファネイア、カレンミロティック続いています。アルキメです。続いています。間が空いてホエールキャプチャー、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってトレブ、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。残り 200m を通過して、トレブ粘る、トレブ粘る、トレブ粘る、トレブゴールイン。2着はゴールドシップ、3着にジェンティルドンナ。これが最強女王の実力だ。トレブ、
We'll be right back.
こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはフェアリールート、ジェネラスリグレッション。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくジェネラスリグレッション行きました。続いて前へ行くのはフェアリールート、さらにはアマノテルマエロ、13番ソシエチャイムス。その後ろ先手を取ったのはジェネラスリグレッション。少し間が空いてウィローキャペレット、リスキューコーカサス、そのうちに続いています。黄色の帽子ヘルシアター、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。アブニールセルタン、すぐ後ろ、その外からプロフェシーグローリー、内からはアニーメド、その外にルームサービス、並んで3番トップスリッパーズ、すぐ後ろにウェイバリーシティーズ、しんがりからグッドモーター。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。4番ジェネラスリグレッション、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてジェネラスリグレッション、2番手はフェアリールート、3番手にアマノテルマエロ、絶好の手応え。大外からピンクの帽子アマノテルマエロ伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はジェネラスリグレッション、アマノテルマエロ、2番手離れてフェアリールート。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。残り 200m を通過して、先頭は変わってアブニールセルタン、後方から一気にアニメド、2番手はアマノテルマエロ、アブニールセルタン、1着アブニールセルタン完勝、2着は微妙です。勝ったのはアブニールセルタン、見事な勝利です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。エイシンヒカリ、好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出したのはエイシンヒカリ、さらにはデビルストロベリー、2番ベタードミラー、その後ろ、先頭はエイシンヒカリ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。すぐ後ろに SD グローブ、ジェストインタレスト、すぐ後ろギャラリアセビリア、それに続きますスポーティングスキップニス、そのうちに続いています。並んで漆黒の馬体ツーリスト、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。インポートオピニオン、この馬もこのグループ、内からはアッティラベンチャー、その隣にレルモレイブン、すぐ後ろにケアレススペイン、
しんがりからボビーズキトゥン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、10番 SD グローブ、レースを引っ張ります。2番手に足毛の馬体、栄心光、そして大きく離れてデビルストロベリー、この位置です。その外にギャラリアセビリア、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然として SD グローブ、栄心光、ほとんど差がありません。間を挟んでデビルストロベリー、3番手14番栄心光、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は栄心光、離れて SD グローブ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。栄心光先頭、あと 200m、 これは完全にちぎれた。残り 100m、 後方から一気にベルムレイブン、2番手はデビルストロベリー、栄心光ゴールイン、2着はベルムレイブン、3着にデビルストロベリー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。栄心光、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのモンマスパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。リトルマイク前に行きそうです。バウンダリーナイル、それに続いています。さらにはイノセントカレリーナ、漆黒の馬体、プールナリオーク、その後ろ先手を取ったのはリトルマイク、そして大きく離れてジャッジスキップニス、この位置です。好位置をキープしています。アマノイクメン、グレードルケール、その前に進出緑の帽子、オーティアスブレイブ、その後ろエルマーケット、それに続いていますメインシークエンス、そのうちに続いています。これに続くのがボアステラス、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。並んで2番ハーデストコア、その後ろからはビッグブルーキトゥン、最後方にアストリッドリベンジ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。1番リトルマイク、依然として先頭クレードレケール、すぐ後ろプールナリオーク、それに続きます。間が空いてイノセントカレリーナ、すぐ後ろにメインシークエンス、その外からゴーティアスブレイブ、その隣にバウンダリーナイル、内からはジャッジスキップニス、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として1番リトルマイク、グレードレケール、ほとんど差がありません。プールナリオーク、3番手6番アマノイクメン、まだ後ろ安城のゴーサインはまだでしょうか。リトルマイク先頭、外からアマノイクメン、ここで先頭はアマノイクメン、残り 200m を通過して、先頭は依然としてアマノイクメン、2番手はゴーティアスブレイブ、アマノイクメン差を広げる、先頭はアマノイクメン、1着でゴール、2着にはどうやらボアステラス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノイクメン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。Thank you.
こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはブームブレイブ、アイボリアーリエン。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアイボリアーリエン花に立ちます。その後ろからはブームブレイブ、この馬も上がっていく構えです。ネイベルチップ後方から先頭に戻りましょう。アイボリアーリエン先手を取りました。内からはディフェンシブサルーン、フーリッシュソル、それに続きます。その後ろからはウッドマンスモーク、その隣にアウトストリップ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。その外にシゼアシュペリーヌ、オーコマンド、そのうちに続いています。前はアイボリアーリエン、ディフェンシブサルーン、ほとんど差がありません。フーリッシュソル3番手、1番肩の維新、まだ後ろ。鞍上のゴーサインはまだでしょうか。日本と世界意地のぶつかり合いだ。最後の追い比べ、先頭は肩の維新、あと 200m 肩の維新、さらに足を伸ばす。2番手はアウトストリップ肩の維新、先頭は肩の維新、1着でゴール、2着はアウトストリップ、3着にウォーコマンド。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました肩の維新。まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はエディターズツリー、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。エディターズツリー先頭、後続との差は3馬身以上。このリードを保てるか、あと 200m。 2番手はベイリル、後方から一気にカンディアフィネール、エディターズツリー1着、2着はカンディアフィネール、3着にベイリル。勝ったのはエディターズツリー、見事な勝利です。こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアローナックル、セルフジフタルト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してマジシャン、花に立ちます。その後ろからはアローナックル、この馬も上がっていく構えです。さらにはアマノタウニタ、 G1 馬、セルフジフタルト、その後ろ。先手を取ったのはアマノタウニタ、その外からグリーンムーン、すぐ後ろにジョースピリッツ、これに続いてオピニオンシンボル、イーズリーブズ、それに続いていますクオリティスカイズ、それに続きます。その外にアイシーレターズ、その後ろにアルタの黒の帽子、タックドボアストロン、その後ろプリンスビショップ、すぐ後ろ、これに続くのがトレーディングレザー、その後ろからはスリルロッチ、最高峰にルーラーオブザワールド。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。前の方からもう一度見ていきましょう。12番グリーンムーン、レースを引っ張ります。並んで16番ジョースピリッツ、好位置をキープしています。アマノタウニタ、すぐ後ろにマジシャン、その隣にオピニオンシンボル、アローナックル、それに続いています。その外にアイシーレターズ、並んで7番クオリティスカイズ、イーズリーブズ、それに続いています。並んで10番アルタノ、すぐ後ろにセルフジフタルト。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭はまだ12番グリームーン、
2番手は天の川田。これは絶好の手応え。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はマジシャン。あと 200m、 後続を引き離すマジシャン。足色は衰えません。2番手はアイシーレターズ。マジシャン先頭だ。マジシャン、マジシャン1着、2着にはどうやらトレーディングレザー、3着にアイシーレターズ。勝ったのはマジシャン。見事な勝利です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。アスカリーブル先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手は肩の点上げ、大外から一気に肩の点上げ。アスカリーブル、アスカリーブル1着、2着は肩の点上げ、3着に東北美人。これが地方の実力だ。アスカリーブル、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。レッツゴードンキー先頭、差が広がる広がる、内で食い下がるアウトゴースト。2番手は大カット、レッツゴードンキー。この馬で決まりか。レッツゴードンキー独走、レッツゴードンキーぶっちぎりです。2着は微妙です。これは桁外れの強さだ。レッツゴードンキー。4コーナーカーブから直線コースに向きました。バウンド先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り 200m を通過して、これは完全にちぎれた。バウンド先頭です。このまま押し切るか。2番手はポルトドートウィンユ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はポルトドートウィンユ、3着にシンウイズジョイ。これはものが違う。バウンド、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。天のおもてなし先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。2番手はフェイシャカフェ、天のおもてなし今ゴールイン。段違いの強さです。2着はフェイシャカフェ、3着にグリッドレイルズ。これは桁外れの強さだ。天のおもてなし、
短い直線に入って後続は届くかどうか。天のスカイツリー先頭、3馬身から4馬身のリード。2番手は凱旋 LC 氏、とてつもない強さ。天のスカイツリー今ゴールイン、段違いの強さです。2着は凱旋 LC 氏、1番人気に応えました。天のスカイツリー見事です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。天馬ブルーズ先頭、片野上げぽよ先頭、引き離しにかかる。後方から一気にフリールカイザー、片野上げぽよ強い強い、片野上げぽよ圧勝ゴールイン。2着はフリールカイザー、これは桁外れの強さだ。片野上げぽよ
ー